どうもしんです。先日ね、台湾の東部の方ですね、ファーリエンっていうね、カレンっていうところで、地震があって大きな被害が出てね、犠牲者の方もいるので、その方たちのご冥福をお祈りいたします。またね、その亡くなってはいないかもしれないんですけど、それでもやっぱりね、いろいろな被害があって、日常生活を、ね、今取り戻すためにいろいろやってるので、早くね、日常生活が送れるような平穏な日に戻ってほしいなと祈りながらですね、私にできることというのが何かな、義援金を送るぐらいかなという感じなので、送りました。あまり難しい、例えばなんとか赤十字とかで、振り込んだりとか、あとネットでもね、募集してたりとか、あったんですけれども、私は、そんなに大きな額ではないので、台湾政府に直接届くようなところを探してて、そこに振り込みをさせていただきました。台北にある中日文化経済代表みたいな、今ちょっと正式名称ちょっと忘れてしまったんですけども、そういうところがあって、そこの那覇文書があるんですけれども、そこは沖縄銀行に口座があるので、そこで私は振り込みをさせていただきました。なんだっけ、台北中日経済文化代表みたいなのあってるかな。もし間違ってたら、一応説明欄か何かに載せようかなと思います。そこは領事館みたいな感じなものなので、そこに振り込めば直接台湾政府に届くかなと思って、ちょっとここの方に振り込みをさせていただきました。私は台湾に留学していた経験もあるので、台湾なんていうかな、すごいお世話になったところでもあります。エビアレルギー発症したのも台湾であるので、いろんな意味でゆかりのある地だし。またね、私の親戚家族だとか妹も台湾に住んでいるので、そういう意味ですごい身近な国の一つなんですけれどもね。それで台湾に寄付をさせていただきました。実際日本のね、地震とかがあった時にも台湾がね、いち早くというかね、アメリカに次いでですよね、おそらく義援金のね、額もすごかったので、本当に台湾と日本はすごい、なんていうかな、兄弟のような国同士ではないかなと私としては思っているので、親日家の方も多いですからね、それで台湾を大事にというか、一緒に歴史を作っていける国の一つじゃないかなと思っているので、私、魅力ながら応援をさせていただきました。あとは、こういう寄付金をね、義援金を送るもそうなんですけれども、それよりはね、例えばそのファーリエンにね、直接行って一通りというか、無事に復興しつつある状態になった時に、観光とかでね、経済的な観光に行って盛り上げるとか、そういう方法もあると思うんですけど、ただ何か私や、飛行機にね、あまり乗れないっていうのがあったりするので、今回は現金でということでさせていただきました。額としては少ないんですけれども、私の小遣いの額からお送りさせていただいたということでございます。今回はそういう感じで、台湾に現金を送りました。台湾チャーヨーということで、台湾頑張れっていうですね、メッセージをお届けしたかったので、この動画を作成させていただきました。神々ですね。最後までご覧いただいた方、ありがとうございます。それではさようなら。次の動画でお会いしましょう。